2016、スポーツレベリーシンポジウム2日目を開催していただきます。本日は、指導委員会企画、それから審査委員会企画、合同企画の3部構成で、行ってまいります。本日、初めてお越しになられた方もいらっしゃると思いますので、所注意をさせていただきます。今回のシンポジウムは、ビデオ撮影は、可となっております。ただし、指導委員会の方で YouTube の方に、後ほど掲載して、動画の方は掲載させていただきますので、販売などしないように、してください。はい、それでは企画の方に移ります。まず一つ目の、企画ですが、オリンピック予選の検証に、男子オリンピック予選テクニカルレポートということで、東京理科大学の市村史郎先生にお話をいただきます。市村先生は、桃山学院高校、それから法政大学で、プレーをされた後、日本体育大学の修士課程、それから東京医科大学の博士課程を修了されました。最近では、ユニバーシアード男子代表の技術スタッフ、それから男子アジア選手権の分析スタッフなど、さまざまなカテゴリーの分析スタッフとしてご活躍されております。本日はリオオリンピックアジア予選の評価点と反省点を考察していただきます。それではよろしくお願いします。先生、ありがとうございます。東京理科大学の市村史郎でございます。今回、リオのオリンピック予選の、男子で予選の、追加レポートということで、そういう題をいただきました。残念ながら私、エクスキューズするみたいなんですけれども、その時のスタッフでは、実は、合宿を経て、どういうふうなチームを作っていったかの内部ほぼ知らない状況でございます。ですので、ゲームの、映像を、公式記録、映像を見て、そこから、ここは良かったんじゃないか、ここはきっとうまくいってなかったんじゃないかというようなことも考察する、したというようなことになります。あと、昨日、加賀先生の、女子の報告がすごく良かったので、かなりプレッシャーがかかって、今朝、電車の中でまだプレゼンテーションをいじっていた。状況ですので、ちょっともしかして慌ててやってミスがあるかもしれないんですけど、ご容赦いただければと思います。じゃあ始めていきたいと思います。まず、私が、大体こういう評価をすると必ずこのグラフが出てくるんですけれども、これまず、アジア、リオ予選の、ウズベキスタンを除いた4チーム、5チームかな、カタール、イラン、オマーン、日本、サウジアラビアの、ディフェンスの、結果、様子を表しています。で、横軸の方が、これがポゼッション数に対する非シュート数の割合。要はボールを、相手チームが保持してした回数とシュートを打った。何パーセントシュートを打ったか。例えば、日本、ここ、後で深く掘り進めようと思うところなんですけれども、ここ、ラインショット、いわゆる9メートルの中に入ってからシュートを打ったシュートです。が、日本は4試合やった平均で大体 30% ぐらいがこのシュート打たれてるということです。1試合、はい。で、それに対してこの縦軸の方なんですけど、これ、この分母は一緒でポゼッション数で、に対しての失点の割合。なのでラインショットであれば 30% 打たれて攻撃数に対して 21% ぐらい入ってる。分母が一緒なので、比較すごくしやすい。で、一緒ですので、このを割り算で割ってあげると、実際のシュートの成功率が出てくる。かなりこの方、こういうふうに1、2、3入っている。で、それを、公式記録のデータを使って、ラインショット、フィールドショット、ファストブレイク、ブレイクする、あとこう7メーターだとか、いろいろ、ごちゃごちゃごちゃっとあるんですけど、どのシュートが多かったとか、どうだったかっていうことを、これで見ることができる。それを、5つの国、1つの、グラフに乗せてプロップしてみたというような、グラフになります。ちょっと、わかりづらいかもしれないんですけど、で、その国別に、プロットしたものを今度、原点を通る y イコール x、 もう単純な、直線回帰ピッと引いて、ここにその比を書いてあります。例えばこれディフェンスなので、ディフェンスで失点の割合を見ているので、
あこの傾きが低いほどよく守れていたというふうになります。なのでこれエンジ色の丸はカタールなんです。カタールは平均してフィールドショット、ラインショット、パスブレイク、いろんな形で失点していると思うんですけど、その平均値がだいたい 0.4、 要は 40% ぐらいがシュート打たれて入る、シュートが打たれてそれがゴールする確率は 0.4、 44%。 で次にディフェンスが良かったのが、これイランですね、 0.5 なんで、日本でサウジアラビア、オマーンというような感じになっていきます。でこの左上の方に書いてあるのは相手チームのミス率です。どれだけミスを誘発したかって言い方するとちょっと言い過ぎなんですけども、相手チームがどれぐらいミスしたかって、守ってる時に攻撃がどれだけミスしてくれたかっていうと、もうそれを書いてて、カタールが28点、ミスを誘発してる、28点、多いですよね。で一方日本は 19.1 っていうのはあまりミスを相手チーム誘発することができていなかったというふうに見ることができます。でここでちょっと簡単に、あと解説を入れていこうと思います。まず、フィールドショット、ここですね、見てください。ここフィールドショットだーっと集まっているんです、ね、カタールだけがフィールドショット 22% ぐらいの確率でシュート打たれている。ただその成功率は 5%、6% ぐらいなんですね。圧倒的に低い。要はカタールに対して、カタールはもうディスタンスシュートはほぼ入らない、キーパーがいいような守りをちゃんとできている。6メーターショットですら成功率を低く打たれることが少なくなる。で一方日本、イラン、サウジアラビア、ごめんなさい、赤丸が日本です、オレンジ丸がイランです。で三角緑が、サウジアラビア、黒三角がオマーンです。まあ、まあ、大体同じ感じで同じ直線上に乗っているので、大体正規率がどうかでこう直線で動いているので、まあ、大体こうフィールドショットに対するディフェンスの能力がそんなに差がないんじゃないか、まあ、キーパーの能力も含めるというふうに、まあ、考えることができます。でラインショット、ここが一番日本が問題点やっぱり起きている。フィールドショット成功率、大体シュートの成功率4割から3割の間くらいなんです。よくて4割超えてる。なので打たれて4割点数取られるぐらいのシュートです。ラインショット7割、6割から8割ぐらい点数取られる、打たれたら失点しちゃうシュートです。この成功率は日本がトップ、要は一番打たれてはいけないシュートが日本は打たれて、一番嫌なシュート、一番得点されやすいシュート。一方カタール、イラン、セーブちょっと少ないんですけれども、この失点の割合が高いんですけれども、やっぱりこの成功率、非どれだけここで打たれたかっていうのは低い、サウジアラビアが低いんですよね、実は。なので彼らはラインショットを打たれないようにやっぱり守っていたんじゃないかというふうに、まあ、これ考えられる。ここの差大きいです。10%、10% 近く、10% で 8% ぐらい日本とイランと差があるんですね。この差が非常にディフェンスにとっては問題なんじゃないかというふうに考えられます。一方今度いいところ、ファストブレイク、これ速攻です。でこれは日本すごく少ないんですね。あまり速攻を受けてない、なのでしっかり戻ることはできていた。もしくはもう一個考え方があります。中東のチームは実は速攻あまりしないっていうのも当然あります。ただイランは速攻結構やっています、頑張ります。なのでまあそういうのもあっても速攻が受けることはまあ比較的少ないよ。なので、まあ、速攻のシュート確率が一番高いですので、やはりこれを少なくしたい、はい。でオマーンはもう戻らない、もう戻らないです、あんまり。なので速攻よくやっぱり受けてしまう。でミスが多いチームはやはりそこに受けているというようなことも考え、まあ、ちょっとミス、オマーン多いですよね。ミス、あ、ごめんなさい、逆ですね、逆、次のところで。なので、こういったこの公式記録をまとめて、こういったグラフに載せて、まあ、ちょっとこう、確保してあげると、かなり、どのチームが、全体、試合終わった後ですけど、どのチームがどれぐらいの、こう、何をやっていたのか、それがどうだったのか、大体当たりはついてる。で今日もうちょっとだけこれ量的分析、昨日も高津先生が量的分析でっていうふうに表で表現されてました。私このグラフで表現するのが結構好きで、いつもこれでやってるんですけども、で今日はこの後ちょっとだけ深くいこうと思うんです。このなんでじゃあ日本が
6メートルショットをたくさん打たれてるの、なんでなのっていうのをちょっと考えてみたいなと思っています。で次、攻撃です。はい、今度は攻撃の方で、今度も横軸、さっきと同じで、ポゼッションに対してシュートの割合、シュートどれだけ打てたという割合です。縦軸は今度は得点した割合です。なので、このちょうど女子たものが、シュートを打って入った割合、シュート成功率というふうになります。で、これが全部5カ国分あります。で、ここまた直線回避で、この式。今度はこの数字が高いほど、大きいほど、たくさんシュートが入っている。これは y=1x、ごめんなさい、 y イコール x だったら10本で10本シュート入ったっていうことですね。なので10本打ったら6.5本シュート入ってるよっていうやつ。順番で言うとカタール、次イラン、オマーン、日本、サウジアラビア。オマーンは攻撃が非常にいい攻撃をする、まあいい攻撃が1人の選手、2人の選手が特別な選手がいて、その選手たちがたくさん、特にラインショットが一つだけポコンという特徴的な、なのでこういうデータを見れば、次オマーンと試合するときに、あの選手だな、この選手、特別な選手がこれいるぞ、ここにこんなんがあるぞ、じゃあそれに対してどう考えるかっていうのは、まあ容易に準備できると思います。次ですね、大会中にはこのデータなかなかきれいに作れていけないので、あの役立たないかもしれないんですけど、次の準備には役立つなというものです。はい、で、これもラインショット、フィールドショット、ファストブレイク、ブレイクスルー、これに分けてみました。そうすると、きれいにこう、これ本当に順位通り、きれいに出てるんですよね。攻撃、特に攻撃が出やすい。まず、フィールドショット、これ9メートル、いわゆるディスタンスショットという、ロングシュートって言われるシュートです。で、これ見てみますと、カタール、もう明らかに、成功率も高いんですけれども、成功率も非常に高い。なので、まあ、ディスタンスシュート、カタールはすごく良かった。まあ、いいことです。で、イラン。で、日本、25% 近く、ディスタンスシュート打ってるんですけど、その成功率が 10% いかない。4割切ってます。4割切ってるシュートが攻撃の中で一番多いんです。非常に厳しい状況だと思います。はい、で次、サウジアラビアはもっと厳しい状況、ただ、成功率は少なくて、このラインショット、6メートルの中に入ってからのシュートですね、と比べて、そんなに差がないので、日本よりは良くはないんだけれども、中身的、状況的には日本よりはちょっと良さそうな感じはします。で、次、イラン、見てもらっても、このロングシュート、フィールドショットとラインショットの差がそんなに大きくない。で、カタールに至っては、やっぱりラインショットの方が多いんですね。なので、中東のチーム、強いチーム、強豪のチームというのは、ロングシュート、できるだけ避けようというふうにしてるのは考えられるんじゃないか。で、できるだけこの6メートルの、9メートルの中に入ってシュート。ごめんなさい、ずっと6メートルって言ってましたね。9メートルのラインが入ってます。にシュート。というのを、やはり探しているんじゃないかな。で、ファストブレイクは圧倒的に日本がある。日本はよく速攻をしている。これ、ただ速攻で打ったシュートだけを換算しているので、シュートを打たなかった場合のデータがここに入っていないので、そこの一概に、じゃあカタールは、イランは速攻少なかったのかとか、そういうわけではないんです。速攻行って途中で止めちゃった場合はここに反映されていないので、この辺がこのデータの、あまり良くないところで、だから速攻は、これシュートを打ったのは、やっぱり日本は多かった。で、ここ、直線上に大体乗っているので、速攻シュートの能力自体はそんなに日本もカタールもそんなに変わらない。そうですよ、ノーマークシュート打ってるわけですから、大体7割から8割ぐらい決めておかなきゃいけない。昨日のプレーオフで速攻のシュート大丈夫で外してましたね。ああいう状況はやっぱりは非常に避けたいというようなことだと思います。はい、というふうに見ていくと、日本は問題点ここだと思います。大きく、なんで一番確率の悪いロングシュート、ディスタンスシュート、ここでフィールドシュートですね、を多く選択するのか。選択してもいいと思うんです。でも、なんで他のとこに、このイラン、カタールに比べて明らかにゴールしている割合が低い。この2つは低いですね。この2つは高いっていうのが、こっちが低いと。ここ高い方に入るんですけども、明らかに低い。なんでじゃあ低いの？この25% 近くあるんだったら、だいたい 15% ぐらいまで
12% ぐらいにあった方がいい、あって普通なんじゃないかっていうふうに考えることもできる。なので、今度ちょっとここの、この後、リストのシュート、なんでこの、ここにプロットされたのかっていうのをちょっと考えてみたいなというふうに思います。はい。で、これ、分析の私のやり方なんですけど、大抵いつもこう量的な分析まずやります。必ず公式データ使って量的にこういう分析して、まあ、プロットして見つけていきます。その後になんでこれここにいるんだろう、そこでなぜっていういつも疑問を持って、そこからこの量質的に映像を見ていって、ここのこれっていい時と悪い時でどんな差があるんだろう、いい時ってどんなんだった、悪い時どんなんだったっていうのを、誰が特徴的な動きしてるとか、どんなきっかけやってるっていうのを、まあ、よく見ていきます。でその手法で、今度分析をしていくようにしてみました。で次ちょっとこれは遊びみたいなところなんですけど、じゃあ今量的分析をディフェンスとオフェンスをしてみました、はい、でそこで傾き出しました、ミス率出ています。オフェンス、ディフェンス、両方出ている。そうすると、1回のディフェンス、守り、1回の攻撃、もしくは攻撃、守りの順番どっちでもいいです。を1セットとして、1回の攻撃で得られた点数は 何点か。0.6 パターン。1回の攻撃 0.65 点引くミス分ですよね、 0.15 引いた分がカタールが1回の攻撃点数できる確率です。で今度守備の方、守備の方をこの表現は失点どれだけしたかっていうのなので、低い方がいいって言ったんですけど、これ同じ得点と同じようにして1で引いてあげて、逆数に引いてあげて、逆数じゃないですね、1で引いてあげて、どれだけ1回のディフェンスで得点を得ることができたか、逆の考え方ですね、失点をどれだけしたかじゃなくて得ることができたかというので、1引く守備の直線の傾きプラス相手のミスの確率を出すことで、1回の守備で防ぐことができた得点、得た得点と防ぐことができた得点は効果です、持って防ぐことができたのと取ったっていうのはイコールですね、同じ重みですよね。なので全部シュートが打って、はい、全部攻撃得点できたら1です、全部ディフェンス守れたら1です、最高得点2点です。それを比べていったら、ディフェンスとオフェンスと総合して、まあ、ディフェンスだけオフェンスだけでどのチームがいいのか、それを統合して何が良かったのかっていうのが、まあ、見ることが できるんじゃないかというような、まあ本当簡単な算数ですね。これ実はメジャーリーグとかだったらこういうのよくやられてるんですよね。いろんなこう指数を作ってそれでいろんな評価をしていくっていうのでやられています。今日本のプロ野球でも多分かなりやられていて、でバスケットボールは最近こういうのすごく動いて、アメリカのスポーツはこの辺すごくこういう指数を作るのが好きなんですけれども、まあ同じような感じでこういうの作ってみます、簡単に。で、見てみる。カタール、イラン、日本、オマーン、サウジアラビア。というので、カタール 1.34。1回の攻撃、1回の守り、最高得点2点です。そのうち 1.34 点分、1回の攻守。で、彼らは点数を得ることができた。日本 0.9。イラン 1.3。まあ、これが総合。まあ、だいたい順位に近いのかなというようなことが出てきた。そうするとイランと日本、ここでこのポイントもう明らかですよね、もう抜けてます。だからアジアの中でカタールと勝負するっていうのは、この数字見てる限りではやめた方がいい。カタールと当たる時には最初から諦めてもいいんじゃないか。ここで体力消耗したり戦術消耗したり怪我人出すことであれば、カタール戦はもうほぼほぼにしてコンディションを保つ程度にしとかなきゃいけないぐらいの数字だと思います。ディフェンス見てください、 0.8 超えてます。 0.8 点彼らはディフェンスで得てる、言い換えれば 0.2 点しか取られないんです、1回も。すごい。なのでカタールが強いっていうのは攻撃がいいっていうよりディフェンスが非常にいい、
攻撃すごく目立ちます。マルコビッチがいて、あの41番の、ユーセフ、なんとかいてなんですけど、それよりはやっぱディフェンスの数字が圧倒的な数字を出しているんですよね。なので、まあ、ここがカタールの強みなんじゃないかな。まあ、そういうふうに考えたら日本とイランの差ってどこなのか。そんなに大きな差は実はない。で、実際にゲーム、時間を持って分析してもしました。時間があればちょっと紹介できるかなって、準備はしているんですけれども。なんですけど、本当差は、本当、ほぼほぼないです。負けちゃって、多分10回やったら5回勝って5回負けるぐらいの実力だと思います。ただ、あの時は負けた。まあ、運が悪かったというふうに言ってもいいんじゃないかなと思うようなことだと思います。まあ、これでこういうか、ノーマンで、サウジアラビアはまた明らかに落ちているというような。なので、こう、リオのオリンピック予選、決して悪くなかった。はい、2番になれなかった、予選に2番になれなかったんですけど、決して悪くないチームだったという、決して悪くないアジアの中ではチームだったんじゃないかなというふうに、まあ、この数字からも、まあ、考えられるかな。思います。ただまあ1点台に乗せたいのは乗せたいですよね。5割5割ぐらい。ただこの数字私も最近出し始めたので、どの数字何点が適正で何点がいい点数なのか悪い点数なのかっていうのが全然まだわからない。だからこれからたくさんいろんなゲーム出してみて、どれぐらいのゲームの時に何点だっていうのをちょっと調べてみたいなとは思ってます。じゃあ実際に、今度ディフェンスのここの部分ですねのお話をちょっとしていこうと思います。ちょっと結構時間。なぜ、ここのディフェンスが良くなかった、打たれたのか。で、これから映像をずっと見て、これ10分ぐらいあります。で、もう時間がなければ飛ばしながら行こうと思うんですけれども、右下の方にまずは6メートルショットでノーボール、6メートルショットのノーボール、6メートルショットのゴールシーンで、9メートルショットのゴールシーン、9メートルシュートのノーボールシーンという順番で出てきます。で、必ずここにこうやって出てきますん で、ここにいろいろ書いてますけど、あんまり気にしないでください。これ分類、きっかけが何だったかっていうのと、そのどこからシュートを打ったのかっていうのを分類しているっていう、分析ソフトでやっていったときに、こう記録のところにこう一応載せてあるっていうのでです。で、ここで見てほしいのが、6メートルショットのノーゴール、ゴール、9メートルショットのゴールと、9メートルショットのノーゴールの違いが何があるのかなって。ディフェンスはちょっと見づらいですね。サウジアラビアとイラン、順番にいきます。で、サウジアラビアとイランでは全然様子が違います。はい、それちょっと話しながらお見せしたいと思います。ごめんなさい、動かない。すみません、ちょっと3分ぐらいお時間ください。ちょっとリスタートします。すみません、先にお話だけしていこうと思います。まずディフェンスの方なんですけれども、6メートルショットでゴールされる、もしくは、まあ、シュート打たれるという時に、サウジアラビアの時には、継続されるんですよね。すごくきっかけがあって、その後に継続されていって、それで9メートルの中にどん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 侵入されていく、それでシュート、ポン、打たれる。
守れてる時っていうのは9メートルの中にちゃんと侵入されるように守ってる、もしくはサウジアラビアがきっかけをしてすぐバーンってシュート打つ、いや崩しきる前にシュートを打ってくれてる状態の時っていうのはよく守る。なので日本がこうディフェンスでよくやられるシーンっていうのはサウジアラビアの時に関しては、こうディフェンスが継続されちゃった、要はフリースロー取れないでどん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 パスがつながっていったっていう時にそういったことがよく行われてしまったということです。でイランの時全く今度逆なんです。イランの時には継続されない、もう一発でドンドン一個のプレーです。組織的なプレーほぼない。それもそのプレーが出てきたのは後半の残り10分後半残り10分前までイランはずっとちゃんときっかけを作って、4-5とセンタークロスしてとかいろんなきっかけ作って攻めてきます。それを日本は、まあ、もうあまり守れてないんですけども、まあ、守りながら今やりすぎていてずっと同点です。残り10分の時にイランは攻撃をガラッと変えます。ある特定の選手たちをもう何もしない、ただ1対1だけでそれで中に飛び込んでシュート、それが全て入ってきます。でそれでそこで当たらないファール取りに行けない、そこでディフェンスに当たることがうまくできない、全部当たらないです9メートルの中に入り込まれて、それでそこでシュート振られて振り切られて、でそれによってまあ得点されているというので2つのパターンがある。1つはあのサウジアラビアの時には継続されていってで中に侵入されました。イランの継続はされない、そのままダイレクトで全てやられて、この大きな2つのパターンによって、まあ、日本がこう攻撃ディフェンスが崩されていくという様子が、まあ、今回こう区別してちょっと見たらそういうふうなことがちょっと見えてきました。ノーゴールでこれはあの要は継続されていって、シュート打たれていくっていうのと、まあ、これあのこういう短いのもあるんですけども、これきっかけセブンとかと7とか書いてます。これ実はこれ全部カルス・オルテガの分け方で全部分けてみます。これセブンっていうのは4号がこう切ってポストに入るのがセブンっていうきっかけです。シュート入ってないんですけど、6メートルで打たれてるってこと自体が問題だと。これ10、あのセンターポストで真ん中に1対1対1かけるっていうのは、これ11、こうやって継続されていくと、中にディフェンスが下がっていっちゃって、9メートルの中にもう入られちゃう。そこからシュート打たれた。まあ入ってないですけども、確率的には決して低くない位置からのシュート。同じくゴールなんですけれども、これ中かちょっと見たら飛ばします。これ4ごと、あのセンターと4ごと、を継続する。常に継続継続攻撃を狙って前に狙うってサウジアラビアにしつこく、中東のハンドボールの特徴でもあると思います。あのファウルを取られながらでも長く長くポゼッションを維持していく、簡単にシュート打たない、必ずチャンスを狙っていく。でこうやってこういう感じでさすがにああやって当たってでももう遅いですね、入っちゃいます。で9メートル、9メートルノーゴールです。
回もうフリースローここで取ってます。しっかり出てきて、まあ1人人少ないんで、4人しかいないんで、まあこういうのを引き出すんですけど、ちゃんとこう9メートルの中に侵入させない。侵入させると2人少ないですからで、サウジアラビア戦は非常にディフェンスが良かったです。あの数字でも非常に攻撃、サウジアラビアの攻撃の数字が悪く出てますので、ちゃんと出て当たって侵入を防ぐ、自由に決めるか侵入させないというようなことができていたゲームだと思います。一方イラン、ここシュートに、今度はこの2試合しか分析しておりません。後の試合は結構こうバラつ、あの特徴的すぎるとか一般的ではなさそうだったので、まあ、これ継続してしっかり、振りを作ってから前半です。後半まだ始まったところです。なのでまだきっかけを何かしてやろうと、まあ、きっかけ、意図的なきっかけはこれないという意味なんですけど、なというって書いてあるんですけども、なんか意図的なところにも、途中からこういうシーンが多くなる。特に右の選手の名前言わない方がいいのかな。右のここの、選手が狙われてきます。代表チーム、この時選手の起用はセット制みたいになっていまして、この時間にこの人たちのセット、この人たちのセットというような傾向が見られました。で、その時にちょうど後半の後ろの方になると、右の、2枚目のディフェンスが浜口選手です。浜口選手になった時にここを圧倒的に相手選手を狙っているというような感じが多分見られました。この辺からもう20分過ぎた、ここからも個人技だけでイランはもう勝負をかけてきました。この選手7番、この選手がこれだけです。簡単に9メートルが侵入させてしまう。特徴が見られました。ですのでここの6メートルショットがもう正規率、非正規率よく打たれている理由、まずはサウジアラビアです。これサウジアラビアとイランの映像しか見ていないんですけれども、まずは、ここの継続されて相手に攻撃が継続された場合、パスがつながれていった場合にディフェンスが下がってしまって、前で高い位置に出るということが維持できなくなってしまって、下がってしまってそこに体力もあってシュートを打たれてしまうというパターンが一つで、もう一つ最後にイランのようにある特定の選手、特に相手選手の、まあ、エースの選手ですけど、その選手にもう一発で一個のものでそこでやられてしまう、そこを止めないといけない、前で当たらなきゃいけないのに当たれきれてなかったという問題、それで 6m の中に入ってしまってしまうというこの2つが大きな原因、まあ、このどっちがじゃあどうかというのは分からないですけど、まあ、この両大きなファクターなんで持ってたか分からないですけど、まあ、減らすことはできそうだなというふうに、これが分かっていれば 9m の中に侵入させない、特にダイレクトでのシュート、さっきのイランの7番の選手ですね、ああいうシュートというのは準備していればしっかり前で対応すれば、すぐにあそこでシュート
を打つことっていうのは防げるんじゃないかとか、継続させるっていうことに持っていけるんじゃないかっていう、そうすると、まあ、もうちょっとこの辺が下がってこれるんじゃないかなと。下げれば失点数は多分2点、3点ぐらいは減らすことはできるんだけど、これがテンパーも下げちゃったらすごい失点を防げますよね。なので、まあ、なんか5%減らすことができたら、かなりイランとの勝負はひっくり返ってきて、確率率が高くなってくれるんじゃないかなというふうには想像できます。で次、攻撃です。で攻撃、問題点、お話ししたのはこのディスタンスシュートですね。フィールドショットがなぜ多いのに確率が低いのかというのは、これ何、この原因は何だというのをちょっと調べてみました。はい、でまず、これ日本の攻撃のイラン戦とか、サウジとイラン戦の攻撃要素を見てみて、これ全部トータルですの数字で、ポゼッション数、サウジアラビアとイランでポゼッション、ボールを保持してから失うまで、フリースローで止まってもポゼッション数は変わらないです。なので109回、107回、まあ100回ぐらい、1試合50回ぐらいですね、50回ちょっとぐらい、60回ぐらいぐらいの。で、攻撃回数っていうのは、これ、フリースローで止まったら1回とカウントします。何回、きっかけをする、きっかけ行動をする機会があったのかっていうことを数えたから。なので、攻撃回数でいって、日本少ないんですね。日本、フリースロー取られることって、実は、他のチームに比べて少ない。一言で言えば、これから言いたいことは、攻撃が淡泊ということなんです。ミスの数、まあ、何回ミスした。一緒で、こう、というふうに、まあ、これ、出してみます。で、これで分けてるっていうのは、まずこれの中の内訳です。個人技、さっきの個人技だけで、何もない、本当一人、個の力だけで打開して点数取った数、攻撃した数。サウジとイラン、6回です。シュート6回、6ゴール。これ、イランだけです。サウジには、これはなかったです。だからイランには6回得られてる。6ゴール。これが後半10分の中に入っているんです、実は。あの中に入っているんです。なので、いかに最後、イランが個人技で取ったか。で、これ、なぜ足りるんです。これ、意図がよくわからない。きっかけが、なんかやってんだけど、これなんか、あれだなって、なんか自由にやってるなっていう、こう、よくわかんないなっていうのを、こういう分け方してます。これ、オルテガ監督が、この言葉を使わなくて怒るんです。他の言葉で言うと怒るんです。だから、カナダのこれを使え。はい、そうなってしまいました。はい、で、攻撃回数、45回。まあ、30回。日本は比較的少ないんですよね。で、次、組織的なきっかけ。何か3位に出て、きっかけ始まってるだろうというふうに思われるのが、まあ、70回です。で、日本、速攻回数が多いので、なので、まあ、ここが少なくなってるんだけれども、まあ、この割合に考えたら悪くないんじゃないかと。ちゃんと組織的に日本は攻撃できていたよ。で、シュートも47回、それで1回持つことができて、ゴールも27点取ってるよ。なので、ここでこのデータで言えるのは、組織的にはちゃんときっかけ作ってやってたよね。こういう個人技とか、こういう、よくわかんない、組織的な、なんかよくわかんないで、うにょうにょっと攻めちゃったっていうのは少なそうだぞ。で、まあ、速攻があるわ。多かったね。43分。まあ、あったね。で、今回ちょっと、組織的なきっかけのところだけ、今日クローズアップして見ていこうかなと思うんですね。だけ、ちょっと思います。で、またちょっとここで映像なんですけれども。15分あります。で、飛ばそうか、飛ばそうか。で、今回、これ、きっかけ別に全部出てます。ゼロっていう意味のきっかけです。ゼロっていうきっかけで、ゼロっていうきっかけと、次に、ゼロ、OK っていう。OK っていうのは僕が、こう、区別判断して、これはいい、OK だ、いいねっていうのを区別します。なので、何もついてないのは、あんまり良くないねって僕が思ったものです。で、それで分けていってます。で、そこで、何か皆さんが感じるかどうかっていうのを、ちょっと見てほしい。今ならあんま良くないねっていうチームです。ゼロってこれ、サイド誘導やってんのゼロ。サイド誘導してこういう。きっかけはサイド誘導です。次、ゼロ、OK。
宮崎選手が出るとゼロが増えるんですね。彼はここでボールにしたい。OK です。広いスペースで追いつきます。次、ゼロオープン。これオープンっていうのはゼロにサイド切りを入れるときっかけで複合させてるって、この時あの映像で、よく、岩本監督が2つ切るんだ、きっかけしてる時にサイド切るんだっていうのをあのタイムアウトの時に何回も指示を出していました。ですのでこういう攻撃を実は理想としていたんじゃないかと思います。シュート入らなかったですけど、これも複合しています。何かゼロにとかクロスに今度トップに対してちょっと高く出てきてるんで、これ6-0か 5-1 かって言われると難しいんですけども、一時的に 5-1 みたいな状態になってて、そいつに対してスクリーンをかける。ないしょ。でも僕はあまり良くない。いい攻撃じゃないと思ってます。この9メーターショットです。で、ロングシュート。ないしょ。でも、あんまり僕は良くない。これが、いわゆるディスタンスショットが増える理由なんじゃないか。これを減らしていかないといけないんじゃないか。でも5です。5。センターと4番のクロス。よく見ます。5。OK。同じきっかけです。センター4のクロス。CC やって、4のクロスやって、クロスやって。ミスっちゃうんですね。でもさっきのシュート打って入ったらこっちの方が僕はいいと思う。最高です。一番ベスト。5でトップ2対2やって、継続してウィニングシュート。もうかなり私喋ってるんで、皆さんお気づきだと思うんですけれども、OK ついてないのは、パス回数が非常に少ないんですよね。きっかけしてすぐドンシュート。ディフェンスきれいに崩れてない。ディフェンス崩してる状態じゃない。きっかけしてこれから崩すよっていう段階でシュート。OK ついてるのは、きっかけやって、そこから継続して、それで大きなスペース作ったとか、完全に相手がミス誘って、ミスをした、ディフェンスが崩れたっていうところでシュートしてる状況。これが大きく違う。で、これをずーっと、時間こんなないんで、ちょっと飛ばしてみます。これ OK なんですね。7っていうのは4号キリです。これで4号切ります。で、ここ非常にサウジアラビア戦後半最後10分 3-3 ディフェンスにして日本が苦労したわけです。で、やっと何回か失敗した上でこれができた。完全に崩しました。セブンの OK じゃないのさっき出てましたと思うんですけど、もう単純にいってシュート。10これセンターポストやってポスト入ったところで2対2です。でそれで、真ん中これちょっと前提だと思いますけど、すぐもうそこで10をやったところでシュート打っちゃう。10の狙い目、2対2やってディフェンスをして逆サイドの方に広いスペースを作ってそこを狙わせたんですね。そこから今度崩してまた逆展開に持ってきた。これの引っ張りだと思います。ここで打っちゃいますね。こっちの状況、1-2-3、1-2-3-4ですよね。これを作るのが点です。なのに完全にバーン打っちゃった。これ良くない。ここ打つぞ、それも崩れてるわけじゃないんですよ。2対2、綺麗に崩れてるわけじゃない。なのにこういうのが非常に多いこと。なので攻撃ではこういったシーンが非常に多いんじゃないかと。で、じゃあ実際どれどんなぐらいかっていうのをこれデータで見づらいですよね。これスポーツコードって私分析ソフト使っていました。それでマトリックスって言ってこれで実際どうか。0オープン、0オーケー、0オープン、0オープン、オーケーいうふうに
オレンジ色が私は良くないというふうに評価したものです。グレーの方は私がいい、あ、これいいなって評価したものです。要は継続をあまりしなかった攻撃、こっちは継続を良くしてシュートを打った攻撃というふうに見ています。継続を、で、これ横軸、こっちの方、横軸の方にこれ6メーターショット打った、ブレックスルーした、ウィングショット7メーターとか、9メーターショット打ったというふうに書いてあります。で、ここで9メートルシュート見てください。9メートルシュートずーっと縦に降りていきます。で、ここのオレンジ色がたくさん出てきます、ね。なので、計測していない時っていうのには、オレンジ色、9メートルショットが多いんじゃないか。6メートル、ブレイクスルー、ウィング、こっちの方、9メートルショット以外の方にオレンジ色ないんです。継続したときにはちゃんと6メートル、9メートルの中に入ってからシュート打ててるんね。まあ数少ない、そんなに多くないですけど。継続していないときにはオレンジ色が増えてる。で、9メートルのところにそれはオレンジ色がたくさん出てる。なので、この日本代表チームのさっきのこれですね、ここの多い理由と、まあ多いけど、そんな特別多いわけでもないですけど、確率が悪い理由は、きっかけを始めて崩れてないのにバン打っちゃってるんじゃないかということが、まあ今のデータから考えられる。まあ間違いなくそうだと思います。今回すごく綺麗に出てます。なのでここを継続するして崩していくことによって、この数が、まあ、減らすのと、打っても増え上げて、こいつが減らせば6メートルちょっと増えるかも、増えるので、こっちの右の方に斜め上に上がっていきますね、に上げることができるんじゃないかというふうに、まあ、考えられる。ここが大きな、問題点だと思います。で、じゃあ次もう一つです、ごめんなさい。次、じゃあ速攻、日本は守って速攻だ、速攻で勝負するんだですね。アフターゴールの速攻、いわゆるクリックスタート、クリックリスタート、よくやります。確かによく点数と使用します。で、これちょっと見てほしいんですけど、攻撃回数43回、速攻を43回試みてるんです。サウジとイラン30回、でも得点14点14点です。速攻やってるんだけど、チャレンジしてるんだけど、得点にそんな結びついてない。シュート23回、30回で20回、43回で20、23回。ミス10回。10回です。4割。すごいミス率高い、4割。ミス率高いんですよ、これ、実は。ポゼッションで換算したら、もっとミス率高くなる。フリースローも入ってる。なので、実は、速攻って、日本はダメなんじゃない、まあ、ダメって言ったら言い過ぎなんですけども、実はそんなに上手じゃないんじゃない。やればやるだけ損してる時ってあるんじゃない。時間帯見極めてちゃんとやる必要ってあるんじゃない。何でもかんでも速攻だ速攻だっていうのは実は良くないんじゃないかなっていうのはこの辺では考えられる。なので、まあ、この辺、速攻のやり方っていうのをもう一度考えた方がいいのかもしれないなと思います。で、最後です。最後、もうほんとちょっとだけ、アジア選手権のデータを、まだ私全然映像も分析も何もしていなくて、ちょっと数字だけ、攻撃だけちょこちょこっていうふうに見てみました。はい。で、これ、赤丸がオリンピック予選のデータです。青四角が、カルロス・ジャパン。の時のデータ見てみると、フィールドショット、あんまり変わってないんですよね。でも確率上がってるんですよ。実際のシュートの確率上げたんですよ。プラス、一番びっくりするのは、ラインショットの成功率、一気に増えてます。速攻のシュートの数。この分がこっちに流れてるのかな。そうかかなって感じです。で、これ、私、このアジア選手権の時には、合宿一緒に代表して、言ってました。常に監督が言ったことは継続だ、コンティニティ、継続、継続。きっかけもさっき10、11とか、あと、まあ、サイドキル、1枚目と2枚目にこっそりでサイドを切るとかいう攻撃とかもあったんですけれども、必ずどこが狙い目、どこにチャンスが生まれるんだ、
もう口酸っぱくなるほど徹底しています。なのでそれで継続だ、継続していって広いスペースを作れ、アウトナンバーを作りなさい。そこでバーンときっかけ始まってディスタンスだ、どうしてそこで打ったの、必ず質問されます。なのでここが徹底された大きな違いがここです。で実際にゲーム見るとそういったあのきっかけしてすぐシュートかなり減っている、実際に攻撃回数減ってます、全体にで得点が上がっている、なので確率が上がった。でそれが理由は何だ、6メーターショットがたくさん、ラインショットが増えているということが、まあ、これデータ出てるんじゃないかなと思います。で速攻がこれ減っているっていうふうにこれ言っていいかどうか、ちょっとこれ速攻シュートを打った数が減っている。速攻自体はこれちゃんと調べてないんですけれども、速攻を試みたということ自体はそんなに大きな差はない。クイックリスタートもよく仕掛けると思います。ただ無理はしない、行かない、あ無理だな、危ないな、ゴール失うかもしれないなと思ったらそこでやめてしまう。ですぐにセット攻撃で落ち着いてやる。なので、まあ、シュートが減っているのかなと、まあ、この辺ちょっとちゃんともう一回この青の部分については全く映像も見て調べていないので、何とも言えないんですけども、明らかにまあ数量的なデータからはそこが増えてます。それがもう先ほど言った継続性の違いというのは明らかなんじゃないかなということです。ですので、まとめますと、リオの予選の男子代表チーム、セットの攻撃は組織的にはきちんとやれていたのは間違いです。でそれ評価されるべきだと思いますし、で監督も、きちんと、一つのきっかけに再度起きる複合させたようなきっかけをやりなさいというふうに、あの映像を見ていただければその言葉出てますので、あの間違いなくやっていたのは間違いです。ただ私現場にいなかったんでこれ推測なんですけれども、そのきっちりとその戦術きっかけの戦術とここがどうなってどうなるのかっていうようなあの細かいところの詰めまではもしかしたらされていなくて、そのあたりは自由度が多くすごく高かったんじゃないかなという、選手に対する自由度が高かったのかなというふうに感じます。で、その結果もうこのフィールドショットっていうのが、まあ、高くて第2ショットっていうのを成功したというのが来たという原因があるんじゃないかなと。で過去の、実は、その前のアジア大会、その前のアジア選手権のデータ見ても大体このリオ予選と同じような感じのプロットです。ですので日本自体、日本のハンドボール全体が、まあ、今まで代表チーム自体がこの辺が自由度が高かったのかなというふうに思います。ただ今回このバルスジャパンの時にはその自由度はかなり制限された、これいいか悪いか分かんない、自由な方がいいなのか制限されてこうしなさいという手間を持った方がいいのかそれは分からない、結果が たまたまアジア選手権で3番だったというだけの話で、どっちがいいかなというのは分からないんですけども、まあ、そういう違いが存在していたんじゃないかなと思います。あとは速攻に対して考え方です。どこまで無理してやるのか、クイックリスタートどこまで無理していくのかというのか、それとも無理してリスクをどれだけ負うのかという考え方がここには存在していて、こういう結果になっているんじゃないかなと思います。はい、あとディフェンスの方ですね。ディフェンスの方は比較ちょっとないんですけども、ディフェンスの方はやはり6メートルショットが多かった、よく打たれていたというところがディフェンスの、この2つの問題点、全く相反する問題点相手チームなんですけど、まあ、そこをしっかりもう一度考えてみる必要があるんじゃないかなと思います。以上です。市村先生、ありがとうございました。それでは、会場の方から、質問が、あればいただきたいなと思うんですが、どなたかいらっしゃいませんでしょうか。はい、じゃあ私の方から、一つ、ただ、ラインショットが増えてきたということで、まあ、いい傾向にはあると思います。カルロスジャパンになってですね。で、まあ、ディスタンスシュートを打つ力がね、力っていうのはその上から打つこともそうですし、いろんなタイミングということも含めて、ディスタンスを打つ力がないっていうのは、日本はずっと言われ続けているとは思うんですが、そこも実際必要なんじゃないかなっていうふうには思うんです。それが あるからこそ、
どんどん継続するっていうことになっていくと思うんですが、その点に関して何かありますか。はい、必要だと思います。打てるときはフリーで自分がディフェンスが崩れてなくてもフリーで自分が振り切れるんであれば当然打つ必要はあると思います。ただその打つ状況、いつそれを使うかとどれだけそれを使うかの方が、そこのマネージメントがどれだけできるかということが大事なんじゃないかな。その選手自体、あとコーチ、スタッフがどれだけやってるから、もうそれ終わりにしなさい、そろそろこれ終わりに、これ減らさなきゃ、簡単にとか、きっかけのところで打つのを減らさなきゃいけない、増やさなきゃいけないってマネージメントっていうのが、コートの中の選手がどれだけ出ていくか、スタッフがどれだけコントロールできるかっていうところが一番大事だと思いますが、決してやっちゃいけないっていうわけじゃない、当然ない、はい、なのでそういうインテリジェンスの部分っていうのを選手にもっともっとこう考えてもらわないといけないんじゃないかなと。カブスジャパンになってからその合宿等も参加はされてます、はい。でその中で、すみません、今回の話はちょっと外れちゃうかもしれませんが、どんなトレーニングをしているとかそういうことはないんですか。今言ってた話、特に特別なトレーニングってないかったです。もう本当にたった合宿24時間しかなかったです。練習した時間24時間、12日間、24時間です。1回練習です、途中から。リブレもやめちゃいました。練習回数すごく少ない。その中で戦術を落とし込むことだけを、にほとんど。と、あとはもうこだわってる部分、これは譲れないというところは彼を譲るというふうで、特別それに対するアプローチというのは、特別な練習というのはなかった。ありがとうございます。会場の方、どなたがいらっしゃいますか。ありがとうございました。中学生を指導しています。今 YouTube とかで、いろんな、世界の映像が見れるものですから、中学生にもそういう映像を見せながら、今ここが実はノーマークになっているよねとかっていう話をするんですけど、いざその子たちが、コートに立って練習をするともうちんぷんかんぷんで、さっきその映像と今同じことが起こってるよって言ってもおかんっていう状況が、今すごくあって、自分の頭の中では理解しているとは思うんですけど、映像と自分の体の動きがこうリンクしてないっていうのが中学生にすごく多く見られるので、そこをどういうふうに落とし込めばいいのか、中学生にはすごく難しいと思うんですけど、代表の選手だと今おっしゃられてたように、もうすごく短い時間でも戦術理解ができて、すぐそれがプレーで現れると思うんですけど、中学生レベルだと例えばコートの練習してる時にビデオを撮りながらとか、それをひたすら見ながら練習繰り返しながらっていう方法がいいのかなと個人的には思うんですけど、何かもし中学生ちょっとだいぶレベルが下がってしまうと思うんですけど、中学生の子たちに、今見せていただいたようなきっかけ、継続できてるよね、これは継続はできてるけど実はここでノーマークができてるよねとかっていう風な指導を落とし込むアドバイス方法などがあれば教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、非常に難しいご質問だと思います。で、代表チームの選手がすんなり理解できたかというと、なかなかやはり彼らもなかなか理解できない、すごく時間がかかっていました。で、戸惑っている選手もたくさんいました。で、私たちがやれた仕事、私はコーチじゃなくてそれでアナリストですので、やれる仕事はミーティングで喋っていることと実際に練習していることを編集してつなげて5分以内のそういうビデオを何個も何個も作りました。で、それを見てもらえるように準備はしました。はい、で、それぐらいしか私にはできなくて、じゃあ中学生にじゃあどうしたらそれが理解してもらえるの、非常に難しいと思いますので、
全くアイデアも今出てきませんし、私あのコーチでもない立場、今立場上コーチじゃないっていう立場でいますので、そこに実は介入することがほぼない。依頼されれば作る。で、まあ、提示することはあるんですけれども、でもそれを選手に落とし込む作業のところにぐっとこう介入することは現時点ではできていない。でそこはアナリスト本当はそこに介入す、僕の中でするべきだと思っているんですけれども、なので難しいのかなと。ただ、まあできるだけ早くフィードバックしてあげるっていうことが多分一番じゃないかなと思います。できればとプレーした直後に良かったよねって言って見せてあげることなのかなと思います。特に良かったよねっていう言葉と映像があればいいんじゃないかな。それがいいかな。で、iPad とか今使えばだいたい1分ぐらい遅延した映像を出すこと簡単にな。できると思いますので、そういうのを使えば、もうちょっとこうさっきの感覚、動いた感覚と、その映像のっていうのを時間的に、短いので忘れないうちに見ることができる。ただそれを表現次できるかどうかっていうのはまた別問題なのかな。はなかなか時間かかるのかなと思います。すいません、ちゃんとした答えになって、申し訳ございません。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、お時間の方が来ましたので、これで市村先生の、発表を終わりたいと思います。市村先生、ありがとうございました。ここで休憩を少し、入れたいと思います。30分か25分、はい、それでは、2、3分ですか、25分から、次の発表に、入りたいと思います。